純愛はさ、純愛は NG なんだって。ごめん、ちょっとイルスするから。ちょっと待って、イルス。今月で家賃払ってないんでね、イルスします。トメルちゃん、純愛アレルギーだから。ちょっと時間差で。玄関来られると。バレるので。全力でイルスする止める、全力でバラしにかかるリスナー、数分チャット、うえ。はい、ここで今日の視聴者数更新。ぐさ。よ。あー、わらわら。ぐさ。よよ。ぐさ。この部屋、棒読みちゃんの声がする。音量最大にするか、999。ウィッス。大家さん見てる？今日月末だから。いつもイルスするとき何してるの？毎月来る。怖い。息を止めて。家賃払いなさい。気配を消す。怖いね。やだこの子怖い。行って。メタルギアじゃねえか。心臓を止めて。メタルギアうまそう。他の使い手だったか。大家さんからしたら、止めるちゃんが怖いだろ。わら、私メリーさん。今あなたの家の前にいるの。お金がないから払えない。なんて緊張感のある配信なんだ。呼吸止めるちゃん。切実。その時扉のノブが回る音が。ドキドキするね。盛り上がってきた、わらわら。そんなあなたに優しいアコム、ガチャガチャガチャ。これ箱へ？こんなドキドキ初めてだよ。開けれないように。大丈夫かな、マジで。払えないって言えば解決では？ドアノブと洗濯機に。ゴムつけてる。これが純愛か。間違いなく恋だな。ゴム手。大家さん粘るな。これが純愛。ゴムつけるとか純愛。純愛見つけちゃったか。普通に時間差で。鳴らしたりする。喋るとバレる。そこは大たる置かないと。もうバレとるで。電気のメーターでバレてそう。バレるとどうなるの。つまり、わらわせたら勝ちだな。息の根止めてー。そや大家さんも生活あるから、大家賢さ高いな。あ、リポップした。生星ちゃんよりヤバい生活してんなこの子。電気波一生つけてる。大家さん止めらー説。申し訳なさはあるんだけど。金、ないものは、ない。明日の配信がなかったらお察しだな。
愛しさと切なさと申し訳なさと。本当ね。切実すぎて。いろいろ大変ですね。本当ね。そんなあなたに生活保護。多分ドアの音がしたから、多分1階のウォードロックの音がしたから、多分出てると思うんだけど。今です。どうやって暗いんだよ。油断したな。どうかな。今かな。あんまりこういうこと言っちゃダメなんだけど、あのね、契約的に、じゃ本当になんか大家さんとか家賃収入で生活してる人がいたら本当に申し訳ないんだけど、マジで私本当のガチでクズだと思うんだけど、あのこの大家さんと、あの家、部屋を貸してる人と部屋を借りてる人の関係って、部屋を借りてる方が法律的に今強いのね、パワーバランスが。だからもう最悪、私今3ヶ月滞納してるんだけど、3ヶ月滞納して、そのしてで、こう回してきてるんだけど、あのね、あとね、6ヶ月はいけんの。部屋が、家がなくなっちゃったら、もう借りれなくって、収入状況的に借りれなくて死んじゃいますみたいな感じで、な風に持っていけば、あの、高めで買ってくれ。高めで買ってください。なんで、だからまだいける。本当にまだいける。多分、5月の中旬ぐらいまでに家賃を払うことができればまだいける。で、払わなくても多分まだいけるんだよね。でもあんまりそこまで行きたくないから、中旬までには払いたいな。え、ちなみに私ブラックリスト入ってるから、あのこれが作れない。私あのブラックリスト入ってるんで、もうすでに入ってるんで、あのクレジットカード作れません。マジで作れない。でもあとそのブラック、でも多分そのブラックあと1年ぐらいで切れるんだよな。クレカ作れないな。え、だからクレカも持ってないし、あの携帯も契約してない。なぜかというと、スマホの支払いバックれたから。スマホの支払いをバックれたのが4年前で、だからそのスマホの分が入ってるはずだから。で、スマホって1回にバックれると大手で使えなくなるので、ソフワンも、au も、あの大手で、あのキャリアのあれができなくなるから。いや、マジで傷だらけなのよ。ガチで傷だらけなのよ。え、だから、でもね、聞いて。でも、あの、マジで家から出ないから、なんていうの、3G 回線。なんか私、今、普通に家で Wi-Fi 飛ばしてるから、別に外に出ないから、キャリアの契約してなくても全然困んないんだよね。なんか、LINE はパソコンでできるし、なんか電話は、なんて言ったらいいの、なんか、あのね、あの、この、ガラケー使ってるんだよね。あの、プリペイド式のガラケー使ってるから、だから別に契約はしなくていい。キャリア契約しなくても困ることはないんだけど、まあできない。あのなんか悲しくなってきた。あのね、あのね、一つだけ言えるんだけど、あの、まっとうに生きれる人はまっとうに生きた方がいいです。ちゃんには幸せになってもらいたい。いや、幸せなんだけどね。みんなにライフハックなんだけど、あのね、ご飯食べれなくなったらどうしたらいいか私がお教えします。ご飯が食べれなくなった時は、教会とか、あの宗教施設にとか、あと、あの賞味期限が切れそうな避難食、あ、避難食っていうんだったっけ、あの、なんか乾パンとか、なんか乾パンとかさ、ああいうのってなんか、災害時のご飯って、
どこもなんか、あ、そう、非常食、そう、あ、そう、フードバンク、フードバンクを利用しましょう。で、フードバンクって大体2回から3回ぐらいで、あの、そこで受け取れなくなるんだけど、いろんなところに行けば大丈夫です。非常用食品か。あ、そうそう、非常食。富山市の炊き出し。炊き出しは、ま、回んなくていいよ。マジで炊き出しを回る必要はないかな。タイノーハンタス。そう、あ、なんで、あの、炊き出しは行かなくていい。なんかそう、だからいつでもやってるわけではないから、ちゃんと自治体の情報とか見て、あの、そういうのをフードバンクとかありますよってなってる時に行ってもらっておくっていうのは結構、結構ね、段ボールいっぱいでくれるんだよね。人間ね、人間でも人間なんとかなるもんだな。え、なんかさ、こういうなんかガチガチのさ、なんか限界生活を限界生活を見せてから言うのもなんだけど、なんかマジでなんか V でお金稼ごうって気持ち全くなくて、本気で1ミリもなくて、なんか私はなんか楽しそうだからやっただけで、そのお金のこと何にも考えてなかったから、なんか別に収益化しようって思ってなかったんだよね。まあ、してくださいって言われたからラーマン目指してるけど、別にできてもできなくても私はどうでもいいんだよね。いや、だからなんか収益化の条件知らん。なるようにしかならんと思うわ。収益化の腹の虫が騒いで、あ、そうなんだ。収益化って出てすんだろうね。そのうちなるんじゃない。こういうとこなんだよな。ちょっと取り行ってきていい？ちょっと取り行ってくるわ。これ全部私が、あの、怠惰だからね。働けるのに、実は私、体普通に健康だし、別に精神を病んでるわけではないし、多分学歴もあるから、働こうと思ったら多分働けるはずなんだけど、働くことを拒否してる。私がね、働けば全部解決するんだけど、働いてないからなんだよね。そういうことないのよ。